はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト4続きをやっていきたいと思います。最後の鍵でね、いろいろ取れるものは取って、変わったこととすれば主人公の武器を氷の刃にしました。あとミネアにですね、イカズチの杖を持たせました。装備はできないんですけれども、多分イカズチの杖ベギラマあたりの効果は出ると思うので、攻撃要因としてミネアに持たせてますと。とあとマーニャがイオラを覚えたところかな。それで今回はロザリーヒルの方へ向かっていきましょう。あれ、これってさ、一回一回ここに入るの？メダル王のところから行った方が良さそうじゃん。ルーラで行こう。でメダル王ついでに寄っていきましょう。そろそろ次の守りのルビーだっけ、あれが手に入りそうなんで。で守りのルビー誰に装備させる？主人公くらい21枚、よし、守りのルビー25枚でマジカルスカートか。女性のパーティーだから悪くないね。だってアリーナはちょっと攻撃力上げたいから力の指輪でしょ。ミネアでもいいのか。でマーニャは素早さ上げたいから疾風のバンダナを装備させてると。よし、ミネアにしよう。結構上がるね。オッケー、じゃあこれでいきましょう。でメダル王のね、お城の上に洞窟があって、そこに天空の鎧があるんだけど、敵が強いからちょっと今のところスルーかな。もう少し強くなって、ちょ待ってこれさ、本当にさ大丈夫かなっていうところで降りちゃうんだけど、ちょここら辺に沿って行って、どっか細いところから上陸できると思うんだよね。バラクーダ、ダラクーダ、ゲッ、強い、防御力超上がってんな。よし、イオラ早速使ってこう。8か。おお、いいね、強え。ミネアの火力がちょっと弱いのか、主人公は結構強くなってる。じゃあイカズチの杖が何の効果かだよね。終わりそう。起きた、ベギラマだ、やっぱベギラマだね。でこいつ結構強くね。ゲッ、まだ死なない、思っていたよりは強かった。満タンかけよう。ここから上がっていけるかな。あ、あった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 。はや、船手に入れたらさすぐ行けるんだね。で夜に来ちゃったから、あれやってる。ちょっとまずね、武器が欲しいんだよね。ここは武器の店、バトラックス、キラーピアス、これ欲しい。買えるね。攻撃力自体は下がるんだけど2回攻撃になるんで、これはもうアリーナに装備させて、アリーナはもう当分キラーピアスですね。あとドラゴンキラーか、1万5000円する。氷の刃より全然強えわ。ドラゴンキラーも買おう、後で買う。ちょっとここら辺まず漁る。この村にはロザリーというエルフが住んでおった。エルフのロザリーは流す涙がルビーになっている。だから悪い人間たちに狙われいつもいじめられてルビーの涙を流していた。すやすや。上になんかモンスターみたいなやついたよね。ウォンウォン、かわいそうなロザリー、もしピサロ様が助けなきゃきっとロザリー人間たちにいじめ殺されていたよ。殺されるほどまで、実際ね最終的には殺されちゃうんだけどね。人間とはひどいものだ。やったなんか光ってなかったよな今。エルフの流すルビーの涙には涙を流したエルフの強い願いが込められると言われています。そのせいでしょうか、人間たちにはルビーの涙を手にすることすら叶わないのです。愚かな生き物よ人間など。防具も見るだけ見よう。ドラゴンメール売ってんね、もう持ってるけどさ、買うものはないかな。魔法の方位もみんな装備してるし、当面はドラゴンキラーだな。ここはロザリーヒル、わしらホビット族が住む村。お、なんかいる。エルフたちはかつて北西のイムルという村の近くで暮らしていました。
けれどその地にも人間が住み始め、エルフたちは住む場所を追われたのです。かわいそうに。ああ、だからイムルの村で夢が見れるんだね。で、宿屋、あ、見える。上にロザリーちゃんが見えるけど、こっからはいけないんだよな。かつてこの村にピサロという魔族の若者が住んでいました。世界を支配するなどというとんでもない野望を抱いて村を出ていきましたが、そのピサロもロザリーにだけは優しい笑顔を見せていたものです。タンス、やったー、小さなメダル。この塔はピサロ様が作ったもの。あの方は用心深い方で、戦に備えて塔のどこかに隠し部屋を作ったらしい。そしてそこに大切なものを隠してるって噂だよ。グーグー。じゃあまあ大体話し終わったかな。まあ、ここが夢に出てきたところですね。あそこで笛を吹いて、グーグーもっと泣け。泣いてルビーの涙を流すんだ、むにゃむにゃ。こいつ剣持ったまま寝てんじゃん。自分に突き刺さんないのかな、寝てるときに。じゃあもうちょっと情報聞いて回りますか。この間人間のじいさんがやってきて、この村で店を始めた。まったく人間ってやつは商売がうまいよな。あのじいさんのことか。俺はルビーの涙を流すというエルフを探してこの村にやってきた。もしそのエルフを見つけて捕まえることができたなら、きっと大金持ちになれる。なんか言ってくる。浅ましい人間ね。そうだな、嘘じゃないよ、本当だよ。夜になるとあの塔の窓から綺麗なお姉ちゃんが顔を出す。でも僕の言うこと誰も信じてくれない。あ、さっき出してたよね、普通に。で、あれ、すっげえいっぱいいる。ワンワン、僕ピサロ様に頭を良くしてもらったんだ。人間の言葉だって喋れる。ニャーニャー、ピサロ様に感謝しなくちゃ。これもみんな進化の秘宝のおかげだにゃん。いや、所詮は実験体だろこいつら。ヒヒン、心配しなくてもピサロ様がうまくやってくれるよ。地獄の帝王が復活するとわしらホビットも滅ぼされるのかの心配だの。まあ、それは あるね。あ、そっか、ここあれがいるんだね。ちょっとボスキャラみたいなのがいるから、ドラゴンキラー買えるんだったら買っておきたいな。売れるものをまず売ろう。バートラックス、これは売る。炎の爪もな、ぶっちゃけ売っていいんだけどな。一応残しておこう。イカ槌の杖とか1万5000円で売れるんだけど。鉄の槍からの銅の剣。いや、ここら辺はもう全然達しにならねえ。皆殺しの剣150円、一応取っとこう、非売品だからね。まあ、絶対使わないんだけど、なんとなく。毒ガのナイフもいらない。全然届かないわ。鉄の鎧900円、革のドレス187円。ドラゴンシールドとか、そうか、もう売っちゃっていいのか。三河市の服、結構高い。2200円か。だいぶ足しになったな。鉄の爪はいいでしょう、もうさすがに。ドラゴンシールド。5,875円、たっけ。売ろう。これでもう届いたな。1万6000円ある。鉄仮面も売る。いや、全員分の装備を整えなくていいっていうのがかなりでかいな。もう死体が4人いるからね。網タイツって、これってなんだろう、どこに装備するやつだ。鉄カブト、羽帽子。羽帽子なんでこんないっぱいあんの。お前もいっぱい売った気がするんだけど。こんなもんか。網タイツだけちょっと、どこに装備するものだか分かんないけど、装飾品かな。一応防御力が上がる。装備しますか。はい。あ、装備した。よし、これでいこう。セクシーな主人公になったものだ。あ、しまった、ドラゴンキラーが欲しかったのに。氷の刃ってヒャダルコの効果かな。あれもね、使うと効果があるはずなんで。ドラゴンキラー147から160にめちゃくちゃ上がる。いいね、これね。だいぶ火力が出るな。アリーナにも引けを取らない火力が出るはずだ。で、セーブしていこう。なんだっけ、ピサロナイトとかだっけ。
じゃあここであやかしの笛を吹きましょう。みんなに見られてるけど大丈夫なの？いや、完全にあの右のやつに見られてるよな。しかしあやかしの笛を持ってないからここには来れないはずだ。でもエレベーターが今下に降りてるからね。この穴なんだみたいな。てか音が流れてないんだけど。音楽が変わった。ガシャーン。いる。ぬぬ、貴様人間だな。ここを通すわけにはいかぬ。成敗してくれるわ。ピサロナイト。ラリホー聞くかな。やろ。初回はラリホーやる。出るかに。早い。あ、こういう的には普通に炎の爪の方がいいかな。で、ベホイミ、メラミ。いや、強い。静寂の玉。ゲー、呪文封じ込められた。やばいな。回復薬が封じ込められるとかなりきついな。マグマの杖でいくか。攻撃よりはマグマの杖の方が強いか。アイスコンドル、厄介だ。アリーナで倒そう。速攻で退治する。イカズチの杖。攻撃も一応してみよう。36、どっちも取っちゃう。攻撃の方が強いか。で、魔法封じ込められると厄介だから、回復できるときに回復はしておこう。痛い。76。ただルカニが使えるのがでかいな。攻撃がめちゃくちゃ通る。また仲間を呼んだか。無駄だ。こいつは飛んできたんだろうな、この塔まで。弱かったな。22レベル。ヒットポイント10とか。アストロン使わないけどね。アリーナ23。うっ、ググぐ。何者もここを通すことは工夫。死んだ。殺してまでこの部屋に入ってきたかんな、こいつら。こんなスライムなんて。プルプル、ロザジーちゃんをいじめたら承知しないよ。強気だな、このスライム。目の前でピサロナイトが殺されたというのに。え、いじめに来たんじゃないの？信じられるか。今目の前で戦闘が行われてさ、ピサロナイトぶっ殺したとこだぞ。それを目撃していじめに来たんじゃないのって、こいつアホやろ。エンドールの南西の岬の王家の墓には変化の杖がある。その杖を使えば魔物たちのお城にも入り込めるんじゃないかな。なるほど、次の目的地はそこか。まあ、あなたたちは人間ですね。けれど不思議、あなたたちは他の人間と違って澄んだ目をしています。あなたたちを信じてみましょう。私の名はロザリー。どうか話を聞いてください。世界が魔物たちによって滅ぼされようとしている。魔物たちを束ねる者の名はピサロ。今はデスピサロと名乗り、進化の秘宝でさらに恐ろしい存在になろうとしています。お願いです、ピサロ様の。いいえ、デスピサロの野望を打ち砕いてください。私はあの方にこれ以上罪を重ねさせたくないのです。ロザリーの瞳からルビーの涙がこぼれ落ちた。ミカミックスはルビーの涙を手に入れた。しかしルビーの涙はミカミックスの手に乗った途端砕け散ったということですね。じゃあ変化の杖を取りに行きたいんですけれども、もうちょっとだけ世界を回っておきますか。この出てきた姿も絶対見られてるよな。なんか言ってくるかな。え、どっから出てきたのみたいな。嘘じゃないよ、本当だよって言ってることは全く変わらん。結構体力大丈夫そうだな。このまま行こう。ではではでは、ちょっと待ってね。世界地図的にサントハイムに行こう。そして
サントハイムから左下の大陸、一回ここに上陸をして村がありますと。ここは海辺の村、名もなき村だな。ここは時の流れより忘れ去られた名もない村。ところでお前さんたち、時の砂の伝説を知っておるか？いいえ。時の砂には少しだけ時間を戻す不思議な力がある。もしそんなものがあれば、たとえ戦いで命を落としても命拾いできるかもしれない。まあ、それはいいとして、小さなメダルが欲しいんだよ。革の帽子はいらん。おお、なんかこの鎧すごくね。鎧が飾られている。ようこそ防具の店。鋼の鎧か、これは。ろくなもん売ってねえな。こいつは？私たちの祖先は海賊でしたが、ある時彼らは船を捨て陸に上がった。世界のどこかの滝の奥深くに集めた財宝を隠したまま、噂ではその宝の中には究極の剣、はぐれメタルの剣があったそうです。欲しい。はぐれメタルの剣はミネアが装備できるからね。あれ、また編みたいって言ってた。やった、小さなメダルゲット。こういうところにアイテムはないか。落ちてるアイテムもあるっていうのがさっき分かったからな。ここ何屋さん？道具屋さんか。道具はもう、あ、薬草買っとく。大量に買っとこう。大量に使うからな。27個くらい買っておけばいいか、とりあえずは。まあ、こんな街でこれだけ買い物をしてくれる人がいたら上々の客だろう。昔この村に乾きの石っていうのがあって、海に沈めると周囲だけ干上がらせた。ここは海賊だった祖先のお墓。海で死んだ者たちのようにこのお墓もまた夜になると海に沈んでしまう。特に変わったことはない。夜にもう一回来てみますか。じゃあ、なんかここの店も夜に営業するっぽいね。後ろから入れる。まったくうちの人ったら寝てばかりってどういうつもりなのかしら。グーグー。あれ、ちょっと下のところ行きたいな。あれ、どこから行くんだ。この家に入りたい。普通に裏口があるか。 あるね。タンス、何もない。主人は商売柄道具のことにとても詳しい。詳しくてもね。おっとっと、今仕事中、話があるなら夜に来てくれ。いや、何の話もないんだけど。別にお前と話すことなど何もない。何を話せと言うんだ。バウバウ。あと宿屋か。宿屋どっから入んのこれ。タイトルのない怪しげな本がある。手に取って読んだ。そいつは逃げる私の服をつかみ左右に引き裂いた。弾みで私は地面に寝転んでしまった。なおも逃げようとするが、丸太のようなそいつの腕が私を捕らえ、抱きしめる形で自由を奪う。たまらず私は悲鳴を上げた。許してくれ、マチョー。もう二度と浮気なんかしないよ。彼女、マチョーって何。私を締め上げる腕になお一層の力を込める。薄れゆく意識の中で私はこの女と別れようと決心した。いや、お前が悪いだろ、どう考えても。浮気したやつが悪いに決まってんだろ。闇のランプ。あれ、ここでも使えないの？外か。じゃあラナルータがないからな。ブライのラナルータ、夜にはできるけど朝にできない。夜になるとこのように潮が満ち、砂浜も沈んでしまう。ここに何かがある。行けないけど。海が荒れた日は風の音が人の声のように聞こえる。まるで海で死んだ先祖の霊の無念の声を聞いてるみたい。ああ、ここも完全に埋まっちゃってるね。あいつしかもさ、商売してなくね？まだ寝てんの？時の砂について聞きたいってのはあんたかい？いや、別にそんなことなかったんだけどな。何でもあれは先祖たちが戦いの時に使った。さっきの攻撃は失敗だったな。ってな時に時の砂を使えば時間が戻せる。まあ、どうしても必要ってわけじゃないけど、持っていれば心強い。まあ、はぐれメタルとかね、倒し損ねた時に使えるんで。起きてはいる？店はやってないけど。グーグー寝てんじゃねえかよ。
マジで一日中寝てんな。で、そう、ここになんかがあるんですよ。あそこだけ水がないということになってるんで、じゃあ寝よう。寝て朝にしよう。おはようございます。では行ってらっしゃいませ。どこら辺だったっけ？ここら辺だよね。適当に丸ボタン押してれば。え、どこ？え、ここっぽくない？あ、あった。乾きの石をゲット。で、乾きの石をどこで使うかというと、どこが近い？地図的にソレッタだな。一回ソレッタに行こう。で、ただ取れるかっていうと多分取れないんだよね。実力的に敵が強いから、まあ行くだけ行こう。このままこっちの方だっけ。一回上陸する。上陸して敵が出てきた。ハンババは弱いね。イカズチの杖、そしてマグマの杖。いいね、いい火力だ。どこら辺だろう。ハンババ3体か。これはちょっといろいろやってみよう。氷の刃使う。イカズチの杖、そしてマグマの杖。道具に頼り切る。氷の刃、これはやっぱヒャダルコだな。結構強いね。げ、効かねえ。ベギラマよりヒャダルコの方が強い？火力的に。あ、洞窟発見。ここここここ。さて敵がどれほどのものか。フルスネーカー、イオラ使おう。いけそうだったら。効かねえ。イオラ効かないのは痛いな。弱。ベギラマはなぜか効く。あんまり強くないね。まあ、奥に行った時どうなるかっていうのがあるけど。で、階段が見えるけど行けませんと。ここで乾きの石を使います。放り投げたって言ってもさ、これ放り投げるとこ間違えたらさ、あ、でも回収すればいいのか。乾きの石があるってことは水が引いてるってことだから、回収した瞬間にでもさ溺れそうだよね。すげえな、乾きの石。で、まずは魔法の鍵で開けて時の砂をゲット。そこから最後の鍵でさらに奥へ行けますけど、奥へ行けますけど、まあいいや、行こう。せっかく来たんだ。レイギガース、名前は強そう。早い。38か、まあ、それなりだな。会心の刺激、いいね。2回攻撃だからね。判定も普通に2回だから。小さなメダルをゲット。んー、バラクーダか。いたはいたよな。イカズチの杖からのイオラ使おう。いいね、マニア早い。よしよしよし。ちょっと薬草案件だな。薬草で回復させる。アリーナが意外に減ってる。他は大丈夫だな。これはこのままいけそうだな。バラクーダ3体、1体の方アリーナ任せて、ミネアはイカズチの杖からのイオラ。よし、イオラが入ればねだいぶ楽。
聞かない。それはしょうがない。最近ベギラマがちょっと微妙になってきたか。まあ、これはミネアでしょう。アリーナだった。え、アリーナ早くね、レベル上がんの。宝箱はまあ一本道っぽかったからね。どっちだこれ、左から行こう。ちょっと待って、こういう分かれ道は困るけど、宝箱よし。フルスネーカー容赦はしない。メラミを唱える。 OK。 邪神の面とか絶対呪われてる。レイギガース、こいつも容赦はしない。イオラで行こう。倒しちゃった。イオラもったいなかった。オッケー、マーニャ遠慮したな。イオラを唱えるの。これであれ、まだミネアじゃないの。まあ、マーニャはね、もうイオラ覚えたばっかりだから、まだもうちょっと魔法は覚えないと思います。どっちだ、下から行くか。宝箱よし。780円。誰が置いてったか知らないけど、誰かのへそくりかな。メラミで行こう。いいね、当たるか。当たる、強い。一気になんか戦力上がったな。さて、また分かれてんね。渦潮キングは大したことないから、三日月の杖とイオラで一掃する。オッケー。早い。何？効かない。もういいや、全部攻撃しよう。これでミネアか。バギマ覚えた。え、バギマ覚えちゃった。今までそれで火力不足だったのに。なんかどっちも言えないな。こうのこうのバギマ、せっかくだから捉えてみよう。4。いいよな。いや、アリーナほんと強えわ。バギマ、普通にさ、マジックパワー使わないでさ、イカズチの杖を放った方がいいな、こりゃ。あ、行き止まりだったか、あっちは。おお、めっちゃ水が流れてる。おお、そして宝箱。全然敵弱かったね。大したことなかったわ。前に攻撃しちゃったよ。げ、めんどくさ。早いね、こいつは。ただしかし、ミカミックスの一撃で終わりよう。はぐれメタルの剣ゲット、やったぜ。アリーナ装備できないから207100も上がるのか。ミネアどうしよう。イカズチの杖があるからな。ただそうするとほとんどミカミックスと変わらない攻撃力になる。アタッカーとしての一翼は担えるな。ミカミックスドラゴンキラー買ったばっかりだからね、すぐ武器が変わっていくな。今日1日でさ、武器が2回変わるからね。そうするとミネアに潰させよう。まあ、最終的にミカミックスは天空の剣があるから、これでミネアはもう武器完璧になったな。アリーナもキラーピアスでいいでしょ。でマーニャは別に呪文唱えるから、もうほぼ揃ったな。じゃあ帰ろう。あれ、小さなメダルって何枚手に入れた？一応メダル王のところ寄ってみましょうか。これだったらさ、じゃあ天空の鎧も取れるんじゃん。それはおごりか。24枚か、あと1枚。なんかどっかしらみつぶしに探せばありそうな気がするけど。
王家の墓ははぐれメタルが出るからね、そこでちょっとレベルを上げてからの天空の鎧でいきますか。というわけでかなり戦力が強くなりましたね。なんかもう負ける気がしない。そういうわけでじゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。